はい、片山です。うちゃん、ちょっとうちゃん、どいて。うにゃん、どいて。はい、片山です。ちょっとインスタでね、ストーリーで質問をね、募集したら結構質問たくさん来て、100個ぐらい来たかな。ありがとうございます。で、今日はね、その質問にね、ガーッて答えていこうと思います。結構高速で答えていこうと思うんで、まあこれをね、聞けば片山がどんな人かって、まあ7割、まあ6、7割ぐらいは分かると思うんで、よかったら最後まで見てください。はい、じゃあ早速ね、質問いきたいと思います。次のタトゥーなんて入れるんですか？ドラゴンボール入れます。チンコの長さは、身長は、チンはでかいですか？おディンディンは何センチですか？恋愛対象の年齢は何歳ですか？ないです。 DJ 時代よくかけていた曲、アンダーワールドのボーンスリッピーです。なんでそんなにかっこいいんですか？片山だからです。片山さんってパイパン研究家でしたっけ？研究家ではなく愛好家です。 TikTok やってください。やらないです。動画編集で使っている器具と作業場の紹介をしていただきたいです。今度それね、全部動画でやろうかなと思ってるんで、よかったら見てください。何フェチ？まあ強いて言うならマッコです。片山の人生を聞きたい。今の仕事って主に何をしているのですか？映像のクリエイターです。備前さんに彫っていただいたことはありますか？一番気に入っているタトゥーを見せていただきたいです。まずですね、一番気に入っているタトゥーに関してはこちらの動画で紹介しているんで、よかったら見てください。備前さんに関しては 4,5 年ぐらい前にね、クラブでお会いした時にね、ちょっとお話しさせてもらったことあるんですけど、まだ片山入れたことないんで、まあ、ただね、備前さんすごい絵がめちゃめちゃうまいんで、片山もちょっといつか入れてほしいなっていうふうに思ってもらってる一人なんで、まあ、機会があったら、お願いしたいと思ってます。ムラムラした時の対処法、片山の場合はですね、すぐに握ります。すぐ自分の握ります。気づいたら握って。何か新しいことを始めたいけど何をすればいいと思いますか？今自分ができることをしてください。オフ会待ってます。まあ、片山オフ会開いたらね、ぜひ参加してください。女性の方をお待ちしております。映像クリエイターだけじゃなくセブンの店員なんですね。周りの目を気にしないで生きるにはどうしたらいいですか？まず暇をなくすこと、そして自分の好きなことをして自分に実績を積み上げて自信を持つこと、そうすれば周りの目っていうのはおのずと気にならなくなってくるかと片山は思います。木村実選手好きですか？もう昔から大好きです。青缶ありますか？某ね、浅草橋っていう駅の、まあ某意味ないんですけど、まあ、浅草橋っていう駅のロッカーとロッカーの間で、男にとって一番必要なものは何ですか？自信だと思います。片山さんの座右の銘を教えてください。変化です。将来的な目標などありますか？教えてほしいです。まあ、一番近いね、まあ、現実的な将来目標で言うと、まあ、YouTube の登録者1000万人、まあ、これは多分いけると思ってるんで、まあ、この動画見終わったらね、ぜひ、シェアしてください。動画を Twitter、Instagram、簡単ですよね。シェアボタンを押してシェアする。で、それをすることによってこれどうなるかっていうと、画質上がります。車とかなんかすごい乗ってそうですよね。片山基本的に歩きです。セックスに必要なのはテクニックか愛か雰囲気か。まあこれはね、愛って言いたいところなんですけど、10で分けるとすれば、愛が6、雰囲気が2、テクニック2ですかね。片山さんのモーニングルーティン気になる。まあぜひね、これもね、モーニングルーティン出すんで、楽しみに待っててください。片山さんが今まで一番やらかしてしまったと思うエピソードをお聞きしたいです。やらかしてしまったと思うこと。まあじゃあこれは、中学ね、3年生ぐらいの時に、出会い系が流行ってたんです。出会い系でもね、友達に言うのもなんか恥ずかしいから、こそこそ出会い系してね、駅前で会う約束したんです、女の子と。地元のそばので、会って、じゃあいざ家行くじゃないですか。もうやることって決まってるじゃないですか。で、布団の中入るんですよ。そしたら、ね、なんか臭いんですよ。なんだこの匂いみたいな、なんかちょっとゴミの匂いするっていうか。で、窓開いてて、まあ、家のそばにね、ゴミ置くとこがあったんで、まあ、それの匂いかなと思って、こうやって窓閉めたんですよ。で、また布団に潜り込んで、そしたらなんかまだ臭いと、なんだこれと思って、何やろうなと思って、まあいろいろそういうこと始まるじゃないですか。で、まあブラジャーをこう外してね、胸にこう近づいたらめっちゃ臭くて、何が臭かったっていうと、乳首がめちゃくちゃ臭くて、で俺もうね、臭すぎて、ってなっちゃって、もう、ってなっちゃって、はい。そんで、ちょっとトイレ行ってくるわっつってトイレ行ったんですよ。まあ自分家ですよ、僕の家でトイレ行くわっつって、トイレの中でしばらく考えて、片山逃げました。自分の家なのに、その女の子そのまま置き去りにして
片山逃げました。得意料理は片山式レモンスープです。まあ、これもねちょっと動画で、みんなに教えようかなと思ってます。インスタライブお願いします。はい、ぜひ、やるようにするんでよかったら見てください。ファッションの動画見たいです。みんなが待ち望んでると思います。まあ、これもねちょっとどういう感じにするかわかんないですけど、出そうと思います。お気に入りのスニーカーは靴が知りたいです。まあ、これはですね、まあもうこれしかないっていうか、エアフォースワンです。好きな体位は何ですか？騎乗位です。ジャッキー・チェンの話面白かったので過去を掘り下げた動画をお願いします。片山武勇伝。まあ、武勇伝というかね、まあじゃあこれは、まあ、クラブ行ってたんですよ、昔ね、渋谷の某ハーレムという、某の意味なくなってますけど、とこ行って、まあ、遊びに行って、まあ、そしたらですね女の子に声かけられて、お兄さん飲もうよっつって、まあ、話しかけられて、ああじゃあいいよいいよ飲もうや飲もうやつって飲むじゃないですか。で結構片山飲むと調子に乗るんでめちゃくちゃ飲むと。でそしたらね、まあ、しばらく経った女の子が、なんかめちゃめちゃ酔っ払ったみたいな、まあ、片山めっちゃ酔ってて、結構めっちゃ酔ったっつってめちゃめちゃくっついてくるんですよ。ベタ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 、なんか眠くなってきたとか言い出して、で友達何人かで来てたみたいなんですけど、あじゃあもう出ようかっつって、片山でも友達大丈夫なんつって、友達結構来てるでしょ何人かですって、ああ大丈夫大丈夫、いつもなんか全然気にしないから、私も気にしないしあっちも気にしないから全然大丈夫みたいな感じで、じゃあ出ようかっつって、で外出たんですよ。でも行くとこってわかるじゃないですか、もう楽園じゃないですか。まあ、楽園に行こうとしてたら、なんかね、なんか違うんですよいつもと雰囲気が。でなんかおかしいなと思って、こうポッケ触ったら財布なくて、あれと思って、財布ねえっつって、ちょっと待って財布なくしたっつって、えマジでっつって、ちょっとクラブ室戻って見てくるっつって戻ったんですよ。でなかったんですよ。そしたらその女の子と言ったんですけど、やべえ財布ないっぽいっつって、ちょっと財布なくしたっぽいっつったら、急になんかその女の子はシラフっぽくなって、表情がね、ちょっと友達のこと心配だからちょっと友達見てきていいみたい、いやいやお前友達どうでもええ言うたやんみたいな。片山的イケてる男の定義について語ってほしいです。まあイケてる男の定義はもう自信ある人、もう片山はもうそこが一番重要かなと思ってます。生涯で一番やり遂げたいことをお願いします。片山式プール作っちゃう。私もタトゥー入れたいです。片山さんの動画グッドボタン押したら画面良くなりました。まあ、ぜひね、皆さんも押してると思うんですけど、これ押しといてくださいね。画質かなり良くなります。海外の方なら見かけるんですが、日本人が左腕がトラッド、右腕がオーリーだと違和感ありますか？いや特にもう外人とか日本人とは関係なく、自分の好きなのを入れるのが、まあ、片山一番かっこいいと思うんで、まあ、自分の好きなものをぜひ入れてみてはいかがでしょうか。背中に入れ墨入れてますか？いや片山背中にはまだ、入れてません。エイリアンシリーズでは何作目が好きですか？エイリアン4最高です。年収どのくらいですか？まあ、8桁です。1日で最高何回射精できますか？片山多分360回ぐらいは。片山さんのインスタのトップガの髪型がかっこよくて気になってます。大きな写真が見たいです。こちらです。性癖を教えてください。片山は本当にね、もう相手を喜ばすこと、そして片山は本当に君にできれば、もう君にはもうベロ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 ってできれば、もうそれだけで満足です。今までした片山式アブノーマルセックスについて、まあ、これは別にアブノーマルとかじゃないんですけど、片山ね、みんな知ってると思うんですけど、クンにめちゃめちゃ好きじゃないですか。で当時付き合ってた彼女もクンにめっちゃ好きで、まあ、またがってきたりとか顔をこう押さえつけたりしてきて、まあ、それで必死に僕もね舐めるんですけど、まあ、あまりにもこう押さえつけられすぎてもう呼吸ができなくて、まあ、多分40分ぐらいしてたのかな。気づいたら気絶してました。ガチのセフレ人数 KTM48と言いたいところなんですけど、今メンバーね、募集中なんで、よかったら片山の、僕の次のタトゥー片山の顔を入れようと思っているので許可欲しいです。ぜひどうぞ入れたら教えてください。安倍晋三に一言。まあ、これはね批判する人もいると思いますけど、まあ、その視点に立場にならないとちょっと分かんないこともねたくさんいろいろねあると思うんで、まあ、僕がね全力で、頑張ってもらっていると思うんで、よろしくお願いします。紳士なんですか変態なんですか？まあ、どちらかというと紳士です。いつから火星包茎ですか？1986年の、3月14日です。登録者100万人行った時、俺は子さんぶるつもりなんで頑張ってください。ぜひね、まあ、100万人行くと思うんで、よかったらシェア。Twitter でシェア。Instagram でシェア。自分の親にもシェア。草吸ってますよね。マジでリアルに吸ってないです。最低のバッドトリップは？これ俺ね中学生の時に家出してた時期があって、友達ん家に泊まってたんですよ。で寝てる時なんか喉乾いて起きたんですよ。
で友達を起こそうと思ったけど寝てるから勝手に冷蔵庫開けてなんかウーロン茶っぽいの入ってたんでこう飲んだんですよ。そしたらうーっつってめっちゃまずくてもう体震えてきたんです。まずすぎてブル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 で友達叩き起こしてお前これなんだよっつったらいやそれなんか俺がなんか暇だから試してたしょんべんなんだけどっつって、うん、まあそれがまあ最悪のバッドトリップだったっていうか。金玉3つってマジですか？どこでその色気買ってます？まあ、これはですね片山東京にいますのでぜひ僕から買えるんでぜひね時間合わせて。はい、ということで質問たくさんありがとうございました。まだ本当はねあったんですけどちょっと下品なのもちょっと多かったんでちょっとそこら辺は個別に DM させてもらいたいと思います。であとまだインスタフォローしてない方はぜひフォローしてください。あと YouTube のねチャンネル登録っていうボタン多分右下にあると思うんですけどそれ人差し指でゆっくり触れてみてください。そうするとチャンネル登録済みとなります。まあ、それをすることによって画質音質良くなる説があるんでよかったら押しといてください。はい、そんな感じで片山でした。じゃあね。